こんにちは、ロレンです、うん。今日はね、あの伊勢松阪で、非常に有名な鶏の焼肉、こちらの、お店鶏の巣さんへ、行きます、うん。僕はね、鶏の焼肉といったものは初めてなので、非常に楽しみです。はい、それでは行ってみたいと思います。これがメニューですね。おお、ほうほう。若もも、ハラミ、セセリ、うん、塩、味噌、辛味噌。辛味噌ってなんだろう。ちょ、気になりますね、これね、うん。あとはやっぱりね、ご飯がないとね、やっぱり焼き鳥といえば。鳥じゃない、焼肉。あ、鶏焼肉か。鶏焼肉といえばね、もうやっぱりご飯と一緒に食べたいですよね、うん。じゃあどれ、年末年始お疲れ様。お疲れ様です。はい、はい。やっぱり1杯目のね、このビールは最高っすね。これは食いがいのありそうなのが来ましたね。ハラミ、若もも、そしてセセリですね。何か言うよ。何か。こうね、辛味噌ということでね、非常にこう味が楽しみなんですけどもね、はい。セセリは確か首の方のあたりの肉でしたっけね、確かね、はい。何でもよ、早やけ。はい。ではまず、順番に一つずつね、焼いていきましょうかね。もっと豪快にガンガン焼いて。鉄板いっぱいに広がった肉というのはね、あ、いい光景ですよね。はい、幸せの光景です。はい、はいはい、ご飯台が来ましたね。はい、これね、ザ山盛りというね感じですよね。はい、やっぱね、山盛りのご飯と鶏焼肉ね、これがね、やっぱベストマッチです。はい、いただきます。まずね、このハラミから。うん。うまい。どういうふうにうまい？ね、この辛味噌がね、程よく肉のね、甘みとマッチしていいと思いますよ、これは。どの肉も一緒やね。どの肉も一緒。ハラミがどういう風にうまいやつ。どういう風にうまい。どういう風にうまい。やっとにかくうまい。アホやろ。コリコリしてうまい。コリコリしてうまい。なるほど。はい。いい食感ですよね。全部一緒やない。はい。いやいや。僕の部位でも肉は肉うまいんです。何よ、ガンガンいきましょうね。まあ次はじゃあセセリいきましょうかね。セセリね。名前やろ。え、マジっすか。もうだいぶ いってると思いますよ、これ。もうやるかやるかやる。あ、うん、あ、抜けてる。うん、
うまい。うん、うまい。うん。せせりもね、歯ごたえがあっていい食感です。さっきからね、ガンガン食ってますけどもね、これね、焼いてることで、ね、これ油が落ちてね、すごくね、ヘルシーになりますしね、これね。デブの僕でもね、もうガンガンいけます。ね、安心です。安心です。はいね。店長おすすめのね、ハツをいただきたいと思います。うん。これまたね、プルプルコリコリのいい食感。うん。確かに部位としては心臓でしたかね。はい、すごくね、あのハートは鍛えられる気がします。ね、今年の強気いけられそうです。全然思うな。はい、はい、4070円になります。4070円、ね、これご飯とね、ビール、そしてね、肉をね、こんだけ食べて一人頭2000円ですよ、ね、これはね、会社帰りとかね、こう仕事の帰りにちょっと寄ってね、飲んで食べるでもね、いいと思います、これね。ありがとうございました。え、お会計よろしくお願いします。感想ね。はい。はい、ですね。鳥の巣さんでしたけどもね。鶏焼肉、ね。これを、食べて、そしてご飯、ビール、ね。あれだけ食べてもね、一人2000円ですからね。ね、これはね、ちょっとした贅沢なんかにもいいかなと思うんですよね。ね、お仕事帰りに疲れを癒しにね、がっつりと食べて2000円、ね、いいと思います。美味しかったです。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録の方も、よろしくお願いいたします。登録していただくと、動画アップした際に分かりやすいです。コメント、評価の方もよろしくお願いいたします。